ガクトのゲームガメセンタル。さあ次はどっちに行きましょう。兄さん、右上がエアーマンとクラッシュマンです、うん、で左上がメタルマンとクイックマンが出てきます。どっちが行けばいいの？メタルマン、クイックマン強そうですから、ニードルマン行きましょうか。右上行きますか。動画見ようぜ動画。はい、やばくないか。行きそう、行けるよこいつ。すごいなぁ。なるほど、なるほど、右上です。さあ三つ目のボスステージ。これは何で、マグネットマンも有効っぽいですけどね。マグネットマン、いいよ。跳ね返されちゃう。跳ね返されちゃうね。こっちには効かないですね。効くんだけど、あんま意味がないんだね。反応しないんだね、マグネットが。すごい難しい面だね。難しいですね。よし、難しい。いや難しい、ここは。わあ、すっごい難しい。スライディングでちょこんと、ね、すっごい難しい。スライディングじゃダメなんだ。はい、あ、このタイミング難しい。すっごい難しい、これやばい。シビアな判定ですね。避けていくんじゃないんだ。シビアな判定です。うまい、うまい。いった。 RC でジャンプで手前に落ちる。うまい。素晴らしいです。ないね。聞いたことない言葉が出ました。ややこしい、めんどくさい。マグネットがもうない。早いな。マグネットってやばいね。すぐなくなりますね。いい感もあります。うまい、ほぼフル、ほぼフルです。さあエアマン、さあ来たよ。エアマン来ました、誰だったっけ、何やるんだっけ。攻略法にはマグネットミサイルでもいいって書いてありますけど、さっきの攻略は全部ノーマルで言ってましたね。避けてダーッと連打して。マグネットミサイルないです。はい、エアでノーマルでお願いします。避けて打ち込むと、この時に避けて前に行きつつ、打ち込みまくる。この時に前に行って打ち込みまくる。結構前に行かないとダメですね。うまい。ああ、
いけそうですね。でもいけそう、いけるぜ。またこっからかよ。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック、今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。